アクネケンジは、埼玉県出身の野球選手、野球指導者、実業家、早稲田大学小学部卒。小学3年生から野球を始め、早稲田実業では、同期に、泉実、菅原和秀、一学年上に、川又ベリがおり、和田明監督の下で2年春と夏に、第50回選抜高等学校野球大会を呼び、 第60回全国高等学校野球選手権大会への出場を果たす。3年夏は日体茨に東東京大会の4回戦で敗れた。早稲田大学に進学して3年春には外野手のレギュラーとして一番打者を任されるようになった。周期リーグ戦では打撃不振からスタメを外れることもあったものの、総計戦で代打として逆転のタイムリー二塁打を放って、 勝利打点を挙げ、この試合で七期ぶりのリーグ優勝が決まった。四年生時には、首相就任。バント技術と選球眼に優れ、瞬速を生かした広い守備範囲を持つ、中堅守として、春秋ともにベストナインに選出されている。大学卒業後は、東京ガスに入社し、同社の公式野球部で7年間選手としてプレー1987年には、 ドラフト候補に上がった。4年間コーチを務めた後1997年8月に監督に就任。泉や和田に触発され、選手が自ら考え、プレーをする自立によるマネジメントに取り組んだ。翌年8月をもって退任。その後は社業に専念し、2002年に R&D 企画部、2008年から同管企画部グループマネージャーを務めた。 2010年7月、同社サッカー部から派生した FC 東京を運営する東京フットボールクラブ株式会社代表取締役社長の村林博氏は、観客動員の伸び悩みなどから退任を決め、自身の公認の条件に50歳未満、経営バランス、スポーツへの真摯さを掲げた。若さと経営能力、スポーツに対する姿勢を評価された悪年が招聘され、 2011年2月に社長に就任した。なお、J リーグ実行委員及び東京都サッカー協会評議員も兼任 J2 に降格した2011年は序盤から厳しい戦いが続き、さらに東日本大震災によるリーグ戦中断もあった。その中で選手やスタッフに自立を指針として掲げ、 スタジアムのワンダーランド化を目指して新たな企画を次々と打ち出し、前年比7500人減ながら、J1 も含めたリーグ全体で4位となる、ホーム観客数約17500人という実績を残した。アクネ自身もクラブ PR のために東京ヤクルトスワローズ取材試合の始球式に参加し、早稲田大学野球部の後輩にあたる青木のリッチカを相手に、 本気の投球でスタンドを盛り上げた。チームは自発的なコミュニケーションや選手間でのミーティングを増やすようになり、リーグ優勝によって1年で J1 復帰を達成するとともに、天皇杯でも初優勝を果たしている。2012年より2001年以来クラブが目指してきた2011ビジョンを改める2015ビジョンを新たに打ち出し、実現に取り組んだ。 2015年東京ガスに帰席し、4月よりライフバル推進部長。また、J リーグ産業兼務。2017年4月より埼玉市社長。2019年4月より東京ガスケミカル常務執行役員。ありがとうございます。